と1回戦第1試合早くもダウンが生まれました。2ラウンド目ダウンを奪ったのは赤いグローブ斉藤陽次の方です。斉藤慎之介、この距離を取っていきたいというと首をひねったのは斉藤陽次の方です。詰めてこようとしています。さあボギーだ。斉藤陽次はあの右手はボギーが見せていいですね。ちょっと腰が勝ってナイスボディー。おお、ダウンだ。ナイスダウン。ダメージはどうでしょうね。今最後右にもらった後だったと思うんですが、ダメージあったってことでしょうか。ただそのまま変わらずにあったな。良かった。いいタイミングです。斉藤慎之介。どうする？斉藤陽次の打ち下ろし、斉藤慎之介。確か1ラウンドから斉藤陽次ももらってはいたんです。左の目の上のあたりが斉藤陽次ちょっと腫れています。あっ、あっ、しかし2ラウンドかけた斉藤慎之介選手。打ち合いになったら斉藤陽次かと思ったんですが、先ほどのラウンド打ち合いの中で斉藤慎之介がダウンを奪いました。ちゃんと斉藤陽次、あっ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 、やっぱ少し今距離は合ってないですけど、狙えばいいですね。当たったら怖い感じです。ボギー、アッパーが強いです。詰めてくる。佐藤斉藤慎之介。ガーッと狙ってますね。低いか。ボールもありましたね。斉藤陽次の勝ちですね。プレッシャーをかけて、このロープに預けば斉藤陽次の展開なんですが、どうするこうです。アッパー。ここです。斉藤陽次。斉藤慎之介で迎え撃つ呼び込んでのアッパーを打ちます。斉藤陽次選手ちょっとプレッシャーかけて頭から入ってしまったので、バッティングには気をつけたいですね。そうですね。ジャブから右ショートの先ほど当たっていました。これからも斉藤慎之介狙うのは2ショートです。2ショートアッパー。今のアッパーは斉藤陽次選手しっかりガードを締めてブロッキングしますね。このオーバーハンドがスリッピングアウェイ。斉藤慎之介あれで1ラウンドダウンを取られました。斉藤慎之介です。おお、ガードさん、斉藤慎之介の右足開けいいですよね。右ストップ、右アッパーと。右音、右の試合も良かったですね。左から、斉藤慎之介、斉藤慎之介、来たぞ、崩れるか、慎之介耐えている。アッパーのボディだ、崩れるか。ナイスボディ。慎之介、打ち合いに落ちるか、崩れるか。おお、残り20秒だ。おお、ノックダウン。立ってるかな。立った。試合終了。2ラウンドで終了。わずか2ラウンド6分間。ノーミスなアジア最強ライト級トーナメント開幕。ものすごい試合になりました。そうだね。ものすごい試合だったね。TKO 負けがあるんですが、ちゃんとしたダウンカウントされたのは初めてだと思います。パーシーフェニックスを開始としてダンガンプロモーション NTT でコンテンツレンガボクシングフェニックスバトルアジア最強ライト級トーナメント8ラウンド、レフェリー杉山敏夫が10カウントを数え上げたタイムは2ラウンド2分55秒、2ラウンド2分55秒、ノックアウトによりまして、勝者、赤コーナー、斉藤陽次。2ラウンド2分55秒、テンカウントということになりました。ノックアウト勝ち、またしても斉藤陽次、ノックアウト勝ちです。これで7勝7敗を3敗2引き分けとなりました。アジア最強ライト級トーナメント、これで1回戦突破ということになります。さあ、それではインタビューです。さあ、では見事に参りました斉藤陽次選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。倒されということになりましたが、ご自身で振り返っていただけますか。いかがですか。いや、なんか倒されたのは多分スリップなんですけど、ちょうどもらった時だったから、まあちょっと笑っちゃいましたね。もう今日は初っ端から行ってやるぞというようなそんな企画も見られましたが、どうですか。そうですね、もう基本的に
セコンドに仕事はさせないと思って毎回試合してるんで、ちょっと一回させちゃったなって感じです。そしてファンの応援など届いてましたでしょうか。はい、今回が結構1年ぶりぐらいに後楽園での試合で、東京の友達とか応援してくれる人をみんな呼べてできたのはすごい嬉しかったです。初戦突破ということになりましたね。そうですね、やっぱ今回トーナメント出るにあたって絶対優勝っていうのは掲げて、まああと KO 賞がついてるんで全試合 KO で勝って優勝したいと思ってます。それでは今後に向けて最後にファンの皆様に一言お願いします。今回勝って次、2回戦が7月18日の木曜日にあるんで、まあ、今日来てくれた方はもちろんなんですけど、レミノで見てくれる人とかは次戦は必ず来てくれるように応援お願いします。斉藤陽一選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。8日、という予定となっています。亀井さん、振り返っていただけますか。いやー、斉藤陽一選手力強いですよね。はい、まあ、最初の段